みかんのカップがとってもキュート。生果実ならではの爽やかな香りに舌鼓。生地はしっとりもっちもちの食感。みかんのカップケーキをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずみかんはヘタの部分から4分の1くらい下のところで横に切り、蓋にします。スプーンで中身をくり抜いて薄皮を除き、果肉をほぐしておきます。材料 A は合わせてふるっておきましょう。ボウルに溶き卵と砂糖を入れてゴムベラでよく混ぜます。材料 A を加えてさらに混ぜ、材料 B と果肉 50g を加えて混ぜ合わせましょう。みかんのカップに生地を8分目まで入れます。耐熱皿に並べ、蓋をせずに600ワットの電子レンジで吹きこぼれに注意しながら5分ほど加熱すれば出来上がりです。おいしいみかんのかわいいスイーツはおもてなしにもぴったりですよ。ぜひお試しください。